はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15ロイヤルパックで拡張されたオートインソムニアから続きあります。写真撮影済んでないからやってこう。この辺ちゃんとマップ埋めきれてないな。でもこの第一基地をまたいでどっか別のところには行けるのか。なんか落ちてる。行けそうにないけど、ちょっとね迷ってる。近くにある撮影場所からチェックしていこうか。おお、またここは別のエリアだ。これ建物の中通っていくわけじゃないな。あら、なんか建物がチカチカしてる。今ここ。おっと、ナーガ。ちょっと別の魔法を装備しよう。なんかナーガは見た感じサンダーが効きそう。見た感じね。聞くかわかんない。こうだ、聞いた。痛い。見えない見えない。またプロンプト返りになった。ハリー。はい、オッケー。あ、この辺にもちゃんとセーブポイントは地下にあるんだ。被害の激しい場所の写真。プロンプト？プロンプトもじゃあ写しとくか。この調子で次もいか。街の感じを見ると調印式の日がどれだけヤバかったか想像できるぜ。ルーナ・フレーナ様は必死にオードから脱出されたそうだ。ルーナが親父から指輪を預かって全部つながってるんだよ。ならね、被害がすごかった当日のうちに情報が伝達してもおかしくない気はするんだけど、後日になって新聞見て気づくっていうね。こっちか。これはなんかまた通れそうになさそうなゲートだけど開くのかな。赤はないと。はい、おっと、オメガじゃね。空間は裂いたのか。どう見てもヤバそうだな。あれは心を持たぬ者オメガ、神を誇るため人が生み出した究極の存在。古代文明の最終兵器、まさか実在していたとは。かの者の力は全てに勝る。決して近づいてはなりません。お手並み拝見だな。なんですとこれは。過去作同様のオメガなら多分瞬殺されると思うんだ。だからまずセーブをしよう。セーブしましたと。でね、どうせなら全身とんてつもなく硬くなる装備にしてもいいんだけど、レベルがこっちより高いわオメガ。まずはこのままの装備でいってみよう。でノクトに限界突破してる魔法を
つけてやって、はい、行ってみよう。ゼロ、待て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 、あかん気がする。マジで、あ、違う、6。ちょ待てよ、ちょ待てよ、これはどうしたらいい。なんか弱点があるんだろきっと。ここもダメか。おお、グラディオ行ってみる。6、うっそ、これならどうさ。30、この魔法高いんだよ。ファントムソード、全然ヒートラン。まさかさ、まさかだと思うけど、このダメージ量でじわじわ削れというのか。これきついな。イーグニス、やばい、死ぬ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 。いや、ここはこうだ。集合しろ。正直倒せる気はしない。おっと、イグニス。いやー、でもこれ使っても多分全然ピンピンしてるんでしょう。てか久々に見た召喚獣、よし、また今度にしよう。多分あの策を練れってことなんでしょう。随分派手な登場したけど全然聞いてないから、写真撮影やろう。こいつは無視、こいつは無視したいんじゃ。向こう行こう。ナーガがいるか、全員の体力が。気付けろ、化け物どこだ。さてどうする。せっかくマキシマムマジック用意したのに全然ダメだったな。こいつらに使っちゃおう。おお、強い。さすが限界突破。もしかしたらあのマメットベキソスかなんか使って作り出した魔法かもしんない。イグニスが危ない。オッケー。カラオケの巨神、カメラの一蓋、釣り道楽。用心棒いるよ。分かってるな。跳ねりすぎじゃないか。どうだ、どこ行った。やりますか。それオッケー。肩骨そば、
おっと、なんかこの辺はなんかこいつヤバそうなオーラ出てない？以前のマップでも見たかもしんない。で、写真撮影もあれだけど、似たような場所にクエストがあるな、これ。まずはこの辺、倒して進まんとな。あ、地下道、そうだ。本来であれば、以前の状態のチャプター14であれば、もうこの地下道を通り抜けていったら、もう目の前、お城って感じだったんだ。つまりまあ、インソムニア入って、この地下道に行くまでの部分が、今後だけ拡張されましたと。ロクト、やるじゃん。よし。OK。うん、そうだね。そうだ、思い出した。ちょうどこの部分この部分だけだったと思う。以前のチャプター14でのインソムニアは。と考えたらね、やっぱ以前は狭いな。オートなのに。で、ここに細長い地下通路が。汚れてるけど、前のままだね。懐かしいな。よく歩いた道だ。人がたくさんいたよな。早く元に戻してやろうぜ。はい、向こうは行けないしね。まずはこいつらやっちゃおう。魔法は押します。あら、見えない見えない。そういえば一人称視点モードって増えたんだっけな。あ、帝国兵多いわ。はい、オッケー。先を急ごう。ああ。こっちには出れないもんな。これ先行っちゃったらなんかまたイベント進んじゃうかな。ここ違う。ここを開けて。ちょっと全員の体力減ってるから休める場所があれば休みたい。というかね、ここ前そこを通れなかったけど通れるようになってるから、地下通路通らなくても城の真ん前に来れちゃうっていうね。さあこっち、こっちもあるけど、こっち行ってみるか。なんか倒れてるんじゃなくて、これは瓦礫。地図だとこの辺みたいだよ。さっさと拾って帰ろうぜ。これのことだよね。近い。高速だな、あれは。と、敵もいるよね。ん？敵じゃない。仲間。お前が合流予定のメンバーか。であったよ。確かに、あれはどこだったか。無口って言ってたけど大丈夫かな。他人とは思えないし。とにかく
一緒に行くぞ。お前ビッグボーイじゃん。記憶を失った王の剣ビッグボーイじゃん。髪の毛すだれなビッグボーイじゃん。王の剣がゲストに加わりました。まさかこんなところで再会するとは。というかまだマルチの方最後まで行ってないんだけどな。バッテリー集めよう。あなたはいてもいなくても変わんないかもしんないぞ。だってパラメータ871だけど。すんげえ近くに落ちてるし。これでこの辺りのものは全部だな。向こうの方だ。ついてきてんの？ついてきてる。あ、いるね。王の剣すぐ死んじゃうと思うぞ。そんなこともないのか。パリーイグニスにチェンジしたい。一応このイグニスさ失明してるんだよね。ほぼ全盲のはずなんだけど、全盲のはずだけど超戦えてますやん。なんか回避行動みたいなの取れば体力回復するしね。一番のチートキャラなのでは。すげえよ、動きがすげえよ。おお、強い。さてバッテリー。無口な王の剣存在感ないな。存在感あるのルックスだけだもん。喋らないんじゃな。なんかいる。何あれ。まずはバッテリーだ。バッテリー。これでこの辺りのものは全部。おお、ベヒーモス、キングベヒーモス、これだ。ラッシュ。王の剣も続いて、続いてる。あ、続いてた。さすが痛い。王の剣死にかけてるけど。OK。あと3つ。城すげえ近いけど。この辺にモンスターはいない。あと2個。ああ、城の下の方行ける。まあそうだよね。いろいろ FF15 って体験版が出てたけど、そのうちの一つにこの城の周辺で戦闘をする体験版あったよね。まあ、周辺ってか、まあその辺で確かベヒーモスと戦ってたはずだけど、だからまあ完成しなかったんだな。この辺のマップは発売日までに。あ、用心棒。
用心棒のね、この攻撃体勢をいともたやすく砕いてしまう、このブーストソード。誰だチェーンソー振り回してんの。あと一つはどこだ。あ、こっちの方か。こっちか、あった。てい。くらえ。こいつ虫のくせに、まあ、虫というか甲殻類なのか、これは割と硬い。よし、これでバッテリー OK と。よし、これで全部集まったな。うん、シドニーの作業もはかどりそうだね。これが先に繋がってくれるといいな。あんたもご苦労様。あんた、ああ、王の剣ね。ガチガチ空気だったが。写真撮影済ませよう。これ。さあ、来た来た来た。これはね、インスタ映えしそうですわ。マジで炎上してるもん。あ、これか、こっちを撮るのか。あ、違う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 、余計なことをしないで。セーフ。撮影と。ちょっと見切れたか。何、違う、ちょっと見切れ。何、こんぐらいか。これよし。最初の王様ってどんな人だったのか。特別な力を持っていた一族の中からクリスタルを守るために最初に選ばれた人だ。しかしアーデンも王族だったとはな。あいつが王族かどうかはどうでもいい。直接会って倒すまでだ。アーデンについては、なんかそのアーデンの過去についての追加エピソードをまた出しますよ的なのを見たんだよな。序盤のアーデン、ひょうきんなのか怒りっぽいのか、復讐で怒りに燃えてるのか、よくわかんないキャラだったからな。で、もう一箇所の方の撮影スポットに向かってはいるけど、あの正面ゲート付近の方は鍵がないといけないんで。ここで休めそうだね。あら、出すからな。必要があれば使う。気をつけろ。今までのやつとは違う。待って待って待って。倒して通るまでだ。番犬ガオガオ。行くぞ。危ねえ。お前には。これを使わせて、これを使ってやる。半分切った。こんなモンスターはいなかったぞ。シフトしたい。でかくてカメラがすごいことになってる。あー、スカッター。どこ行くどこ行く。ってやつだ。全然聞いてない。このままでもまずいな。コール傭兵でよければ手を貸そう。助かる。ピンチだが終わったわけじゃない。さあ行くぞ。すぐ終わらせるぞ。ああ、
ホルが来た。もう魔法で終わらせてやんよ。くらえ。雷が選ばれちゃった。届かないな、それは。待て、コルがダウンした。コル、プロンプトに変わってランチャー。何、ランチャー通用しないだと。障壁が消えてない。どうにかなる数じゃない。またはめられたか。ここで止まるわけには。ルーナ、今こそ聖石に選ばれし真の王に力を。すべては我らが王のために。星を覆う闇を払うため、カンナギの命により、我らの力をもっていざ道を開かん。
ルーナ、ありがとう。王よ、あとはお願いします。これが神の力。戦ってるのは俺たちだけじゃない。神の願いも託されたんだな。ああ、やるべきことは一つだ。大迫力の追加シーンのオンパレードだった。もう今早速バハムート出てきたね。メインイベントが進んで写真をちょっと撮っておきたい。この辺のクエストきっちり終わらせておこう。もう障壁どころか城を破壊する勢いだったけど、コルは決して死んだわけではないんだよね。重傷を負ったっていうことだよね。到着。撮影と。ちょっと見切れたか。ちょっと見切れたか。ちょっと見切れたか。こんぐらい下がればいいんだな。イグニスも添えてやる。あ、いいぞいいぞいいぞ。ダメか。うまく取れた。歴代の王ってのはどんな人たちだと思う。それぞれ得意な能力があって、その能力を使って国を治めてたらしい。メギス陛下は魔法障壁でこの国を守られていた。歴代王の剣アーデンを倒すために力を貸してくれるはずだ。若干だけど明るくなった。気のせい、明るくなったよね。さて一旦戻ろうか。どこだこれは。戻ろう。戻ってきた。ご助力感謝します。同行したメンバーが王と共に戦えたことを光栄だったと申しています。10年間共に戦ってきた戦友たちのことを思い出したそうです。俺も親父が作った王の剣と一緒に戦えて嬉しかった。本当に空気だったよ。よし、おっと、シドニー、元気そうだな。おかえり。ほんとよかったよ。心配かけて悪かったな。うん、いろいろ大変だったんでしょう。仕方ないよ。パーツ集めといたぜ。ありがとう。今効率的に広範囲を光で照らせるように新しい装置を試作してるんだ。シドニーも頑張ってるんだな。私はこれくらいしかできないからね。俺も、俺にしかできないことをやるよ。うん、じゃあ精一杯やったらちゃんと帰ってくるんだよ。あ、話せてよかった。じゃあシドニーもよろしくな。シドニーからお電話が来た。プロンプトにしてやればよかったのに。現状この写真撮影のもう一箇所は鍵かなんかゲートを開ける手段がないといけないんで、じゃあ次回はもうオート決戦やっていこう。
多分あの辺からイフリートが出てくるとかだと思うけど、じゃあとりあえず今回はこんなところで、次回は城の前から。はい、ご視聴ありがとうございました。